皆さん、鶴川高校教職員組合は東京総技団に所属しています。元執行委員長だった森本由紀組合員は退職後も長く東京総技団の主力を担って活動してきました。その活動の中に毎月一度裁判所の前での宣伝行動があります。10月に解雇された三木ひろこ組合員は初めてこの行動に参加しました。高等学校教職員組合の三木ひろこです。おはようございます。私は先月10月の24日に60歳の誕生日定年を迎え、その後の継続雇用を拒否されました。事実上の解雇です。私の誕生日の翌日、学校の私の机は撤去されていました。私だけではありません。6月に1人、9月に1人、10月の前半に、給食の延長を打ち切られた人が1人、これで私で今年度になってから4人目の解雇です。こんな学校があるでしょうか。私たちはみんな今年度の授業を担当していました。生徒に教えていました。それなのに誕生日だからといってその日で授業をやめさせられ、別の担当者に変わるという、そんなおかしなことがあっていいでしょうか。本当にひどいです。私は子どもたちに最後の授業の時にその話をしたら、生徒はいくらなんでも年度の途中で変わるのはおかしいよ、こう言いました。本当にその通りです。だからこんなおかしなこととは、絶対に許さないで、私たちは必ず学校に戻るために頑張るよ。だからみんなも一生懸命勉強してね、学ぶことしか、世の中を変えていく、自分の人生を切り開いていくことはできないからね、というふうに言って、最後の授業を終わりました。そして私たち4人の机が撤去されて、ガランと空き地みたいになっている職員室の、その状況を生徒たちが見に来て、みんな絶句をし、悲しみ、怒り、本当に、許せないという気持ちが広がっています。こんなおかしなことを学校現場で続けていっていいのでしょうか。私たちの学校は町田市にある鶴川高等学校という、私立の学校です。組合を潰すために組合員の先生を次々と解雇し、全部で6人解雇されていることになっています。あと残っている教職員組合のメンバーは2人だけということで、組合を潰すための解雇と言っても過言ではないというふうに思います。2017年度に解雇された常勤講師で27年も勤めていた先生は、無期雇用転換になる1日前に解雇されました。この件については東京地裁で今裁判を戦っていて、11月の27日には証人尋問が行われます。私三木も、その証人尋問の組合側の証人として法廷に立つ予定です。彼女が一番私たちの組合で若い先生でした。一番若い先生を早くに切るということで、組合を早くなくしてしまおうと、そういう意図が見え見えだったわけなんです。で、2018年度に継続雇用を拒否されて、年度の途中でまた1人の先生が解雇されました。それに続いて2020年度私たち4人が解雇されたと、そういうことなんです。このような仕打ちがあっていいでしょうか。もう本当に生徒たちは悲しみ、怒っています。そこで私たちは学校にも出勤闘争をし、私たちは学校で子どもたちを教える権利があるということを伝えてきました。さらに、生徒が、登校する門に行きまして、生徒たちに挨拶をし呼びかけ、勉強頑張るんだよというふうに声かけをしました。そういうふうにしながら私たちは不当なことと戦い続けていきたいというふうに考えています。もう一つ、もう地裁に、提訴している問題は、私たちだけではなく、2019年度の終わりになんと22人の先生が大量退職をした問題です。これはどういうことかというと、常勤講師の先生6人、非常勤講師の先生1人を毎日1人ずつ呼んで雇い止めにしました。
このようなことがあったので、それに対して抗議を込めて多くの先生が自主退職をしてしまったわけなんです。それで全部で22人の先生が学校を辞めました。学校の現場はどうなるでしょう。1年生の時、2年生の時に担任だった先生のうち、新学期になって持ち上がった先生はたった一人だけです。あとは全部辞めてしまったわけなんです。そんな状況で子どもたちは全く知らない先生たちと新学期を迎えることになったわけです。しかもこのコロナの中で、本当にこれは教育破壊としか言いようがありません。ではなぜその常勤講師6人、非常勤1人を次々に雇い止めにしたのかというと、それは遡って昨年の12月に常勤講師賃金差別裁判の判決が下りたからなんです。その裁判の判決では、常勤講師であっても1年ごとに昇給するのは当たり前であるということで、差額賃金の1000万円が、原告に支払われました。それを聞いて、現場にいる若い先生たち、常勤講師の先生たちは自分たちも給料が上がる、そうに思ったわけです。当然です。実際に学園側に対して、私の給料は上がるんですかというふうに言った常勤講師の先生もいます。給料は上がるんですかと言った先生は雇い止めに遭いました。ということで、そのような大量退職になってしまったわけなんです。子どもたちはものすごく傷ついています。22人も辞めて、たった16人しか雇うことができませんでした。そんな人手不足の中、2020年度を迎え、なんと4人もの先生を続けて解雇していっていると。しかも年度の途中で、60歳の誕生日だからということで、こんなおかしなことがあるでしょうか。私たちは絶対にこのような暴挙を許すことができません。教育現場にあるまじき暴挙を、絶対にやめさせるために、新しい継続雇用拒否の解雇の裁判も準備しています。ぜひご理解いただき、ご支援いただければというふうに思います。どうもありがとうございました。ご視聴いただき、どうもありがとうございました。もしこの動画がいいなというふうに思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また新しい動画も次々に配信していきますので、どうぞお楽しみに。さようなら。